はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなくヌーンですね。今11時45分、前日系の日経平均はマイナス42、まあほぼ動いていない状態ですね。はい、本ちゃん行きましょう。今朝の産経新聞、これね、これ晴れません。まあ全部読んでしまいますけどね、晴れませんね、これね。ジェノサイド五輪と呼べ、ワシントンポストが社説と。ワシントン渡辺康生ですね。康生でいいんかどうかわかりません。渡辺康生さん、米政府が中国による新疆ウイグル自治区などの人種弾圧に抗議し、外交ボイコットを表明した北京冬季五輪について、7日の米紙ワシントンポスト電子版は、ジェノサイド、民族大量虐殺五輪と命名する社説を掲載した。過激ですね。ワシントンポストは、一応民主党寄りなんですけども、ニューヨークタイムズ報道ではないんですね。まあまあ、でも左寄りの新聞ではあるんですけども、こういうことにはうるさい。まあ、ニューヨークタイムズが一番なんか変ですけどね。社説は、米国のボイコットは始まりに過ぎないとして、同盟国は後に続くべきだと強調。派遣される選手団には弾圧の犠牲者と連帯して非難の声を上げる必要があるとし、メディアには紙面や放送時間を費やし、凄惨な虐待の真実を伝えるべきだと注文した。多分選手たちがですね、何かのパフォーマンスすると思うんですよね。片膝をつくとかね。でもそれを IOC は嫌がるでしょうね。政治活動であるということで。でも片膝をつくことが政治活動かとみなされるかという、それはわかりませんけどね。スポンサー企業には、習近平政権が人道に対する犯罪を封印することに手を貸すことに恥を知るべきだと。うわ、きつ。どうすんのトヨタと厳しく指摘。コカ・コーラどうするんでしょうね。世界中の国や企業、市民が大会をジェノサイド、五輪と呼ばねばならないと呼びかけた。かなり過激ですね。朝日新聞でもそこまでは言わへんと思いますけど、朝日新聞特に中国の味方ですからね。人権尊重などをテーマに100以上の国や地域が参加する民主主義サミットが9日から開催されることから、国際社会へのアピールを狙ったようだと。なんか今日からやってるみたいですね。今日からということはですね、アメリカ時間の今日ですから、もうちょっと日本の深夜ですね、に始まって記者さん起きて参加するんでしょうかね。いやいや、ほんまそんな夜やられんの。まあそれはええんですけど、このね、今日時点でアメリカが最初に名乗りを上げてですね、その次はオーストラリア、とイギリスですか。で、カナダも加わりました。外交ボイコットですね、日本どうすんのっていう世界ですけど、ジェノサイドということに関してはかなり敏感なんですよ、ヨーロッパ人は。もともとこれナチスの、ナチスがいろんなことをなさっていたと変なんですけど、やっていたですね、ことからこの呼び名が生まれたというふうにされて、割と新しい言葉ですね。されていて、そのヨーロッパ人はその、なんて言いますかね、すさまじさをね、経験してるんですよ。昨日ね、パールハーバーの日ということでですね、そういろんな記事が出てましたけど、日本の場合はですね、1937年からと言っていいかな、から45年までに戦ったウォーでですね、大体、ソルジャーとですね、一般市民、ソルジャーとシチズンがですね、まあ300万人なんですね。まあいろんな各種カウントありますけど、400万としてる数字もありますけども、亡くなった方がですね、そのね、ドイツとかね、ソ連とかそんな引いちゃうんですよ。もう国民の何割というレベルで、亡くなってるわけですね。
当時日本国はですね、本土だけで7000万から8000万ですね、の、まあ、5% にいかないあたりが犠牲者なんですけど、向こうはですね、ソ連人は 2割死んだというふうに言われてますね。で、ユダヤ人は600万人というふうに言われてます。ドイツ人も1割から2割ぐらいいなくなったんちゃいますかね。まあ、ドイツが始めたことですから、それはしゃあないということにはなるんでしょうけどね。まあ、でもそのボリュームの違いというものをですね、日本人よりもヨーロッパ人の方がやっぱ分かってまして、非常に敏感ですね。アメリカはね、アメリカはその最後の方に参加してですね、ちょろちょろっと、まあ、どっちかというと主役ではなかったぐらいなんですね。戦争映画では主役ですけどね、常にアメリカ軍っていうのは。でも、WW2 の場合は、東側の戦いが本来の戦い正面だったというふうに思いますね。でそこでいろんなことが起こっていたわけでしたって、そこでこの言葉も生まれてるわけですね。まあ、でワシントン・ポストがそうどれくらいの感覚なんかってよく分かりませんけども、まあ、とりあえず日本もアメリカもですね、左翼はですね、やたらとですね、かっこしいですから、その格好のことばっかり言うわけですよね。見てくれ の言葉だけでキャン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 言うわけだって、まあこれもそのうちの一つやろうなと。こういう呼び方をしたらですね、その中国も思いっきり嫌がりますけど思いっきり嫌がるんですけど、そこにあんまり効果があるのかというのもありますし、まあその五輪には政治を絡めないというのが基本原則みたいな、まあ綺麗事ですけどね、でありますから、選手が嫌な思いをするんであれば別にこういうことをやらんでいいわけであって、まあまあね、こういう名前スローガンとかレッテルをつけずに行った方がええんちゃうかなと私は思いますけども、欧米の一部の動きではですね、このあれですね、かっこしいの連中はですね、綺麗事ばかしい連中はですね、こういうことを言いたがるんでしょうね。ワシントンポストの記者ってもしかして北京にいるんやと追放されるんじゃろみたいな。多分そうで、記者証をもう出してもらえへんのちゃうかなという気は、こんなことを言うてるとですね、別にだから言わんとけというのはまた議論が違う話ですけども、こういう動き、今後そのアメリカやイギリス、まあはじめそのオーストラリア、カナダとかの世論はですね、どん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 こっちが中国に対してですね、厳しい方向に行くんではないかなという気がします。で実際そのですね、新疆ウイグルでね、何が起こっているかというのをですね、時々そのあれ漏れ聞こえてきますけども、そのイギリスの BBC なんかがそれを放送して中国大使を読んだりするのが出来事が、半年か1年ぐらい前にありましたけども、起こっていることを聞くとね、もうその本当にこれはウイグル人はかわいそうではすいませんね、その凄惨なことが行われているわけでして、まさにこうエスニッククリーニングみたいなことをやってるわけですよね。いやもうまさにナチスがやったということと対して変わらんことをやってますね。だからそれは何としても非難すべきであって、そもそもね、だから北京五輪なんか決めたらあかんかったんですよ。もうその2010、何年だ、この前ありましたね、その北京五輪、何回か前に。あれもね、あれを決めるときもね、ウイグルやチベットの問題いっぱい取り出されたんですよ。でも強引に決まってしまったんですよ。で今回まだ冬季決まってるでしょ、で開催でしょ。でやっぱりここに来てどん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 それからクローズアップされてですね、習近平さんになってさらにこのエスニッククリーニングがこうひどくなったんですね。でそこでまたクローズアップされてはいるんですけども、そもそもあそこの国でですね、こういうことをやったらあかんでと、女子テニスツアーはもうやめるって言いましたね。でも男子テニスツアーはやるって言ってますね。やっぱりパンダハガーにされてしまってるんでしょうね、トップがね。 IOC のぼったくり対策も完全なパンダハガーですからね。まあ、そういう関係から逃れられないんですけど、まあなんと言いましょうか、普通に考えるとですね、これはかなり中国はですね、追い込まれてきたんではないかなという気がします。この産経新聞のサイト貼れませんので、まあ私今読んでしまいましたけども、
確認された方は行ってみてください。でのサイド五輪と呼べワシントンポストが社説というタイトルの記事でございました。日本どうするんでしょうね、外交ボイコット山下金メダリストを派遣してお茶を濁すんでしょうか。まあそんな感じはしますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。